正しさとは愚かさとはそれが何を見せつけてやる。ちっちゃな頃から優等生、気づいたら大人になっていた。ナイフのような思考回路、持ち合わせるわけもなく。でも遊び足りない、何か足りない、困っちまう、これは誰かのせい。あてもなくただ混乱する Ayday、 それもそうか。最新の流行は当然の把握、経済の動向も通勤時チェック、純情な精神の入社手は社会人じゃ当然のルール。